はい、どうも皆さんこんにちは。クラクラチャンネルのケイスケです。お願いしまーす。はい、お願いしまーす。はい、今日からですね、明星杯の模様を何本かお送りしていこうかなと思います。そして、今回はですね、第1戦目、明星杯パーフェクトヒューマンさんに当たりまして、最初どこのクランだろうと思ってみたらですね、ツイッターとかでよくさせていただいております、カタザイルさん、タウンホール級スペシャリストのカタザイルさんがですね、いろんなクランの、まあ、例えば、タウンホール級が15人いなくて明星杯出れないとか、あと他のクランで、まあ、先行がちょっと漏れたりとか、そういった方々の、集まり、有志連合軍で、まあ、みんなで一緒に明星杯、楽しもうぜみたいな感じのクランに当たりまして、ただですね、メンバー見たらですね、本当イベントとかでご一緒したことのある有名なプレイヤーばっかりで、本当に震えました。本当にですね、この度はパーフェクトヒューマーさん、カタザイルさん、本当にありがとうございました。といった形で、今回はですね、クラクラチャンネルで初見で星6を達成してくれた2人のエースを見ていこうかなと思います。まず1本目はミッシーですね。ミシズの攻めを見ていこうかなと思います。ミッシー今回はですね、コビーバーをやってくれまして、コビーバーで2回とも星6、ですね、達成してくれました。前回ですね、2回とも、はい、ちょっと見ていきましょう。ちょっと喋ってる間に前置きがちょっと長くなってしまいまして、最初の入りの部分あんまり説明できなかったんですけれども、コビーバーですね、1時から2時方面ゴーレムギザードでサイドカットをして壁を割って中に行っていくと。でそして今回はジャンプ2のヒーリング2枚の編成ですね、しっかりとターゲットを取ったところを見て、ホグライダーを随時投入していくといった形になっております。でちょっとですね、1回バルキリーたちがそれかけて9時方面に行ってしまうんですよ。あ、ここやばいなとライブリプレイで見てて思ってたんですけど、ここからですね、いい感じに戻っていくんですよね。危なかったですよね。でそしてバルキリーたちが下の方に行きまして、はい、出ました。今回明星杯ですね、テスラ固めてある配置本当に多かったです。やっぱりですね、初見を崩すのに本当にね、テスラ固めてあるとね、強いんですよね、防衛が。なのでですね、こういったね、配置にね、結構ね、苦戦したんですけれども、ミッシーこういった配置からも前回の方初見で取ってくれましたといった形で、喋ってる間にあっという間にどんどん防衛施設の方を削っていきまして、はい、でバルキリーたちも生き残り方がすごいんですよね。やっぱりこういった広い配置って集中砲火とか受けないので、結構バルキリーたちが長生きしたりするんですよね。なので結構ですね、こういった広い配置、思いっきりジャンプとかを使って、ゴビーバ、バルキリー部隊を進めていくといった、攻め方、結構おすすめなんじゃないのかなと思います。といった形でですね、もうあとは4時方面のアーチャータワー、迫撃砲を壊して全開といった形になっております。はい、アーチャータワーも壊して、で残りはもう迫撃砲で怖くないですね。でしかもですね、バルキリーも残って、でババキンもアチャクイも残ってる。アチャクイなんかまだ能力残してますからね、この形で全開といった形になっております。はい、といった形でミッシー初見全開お見事でございます。それでは続いてのリプレイ見ていきましょう。続いてのリプレイ、ミッシー、またまたゴビーバで攻めてくれたんですけども、2回目はですね、こちら、バルキリー少なめの、なんて言ったらいいんでしょう、ゴレホグにバルキリーを混ぜてる的な形で言ったらいいんでしょうかね。結構ですね、ゴビーバなんですけれども、今回はホグを主体とした攻め方になっております。見ていきましょう。結構ですね、このあっさり AK さんのこの配置も嫌ですよね。結構なんか下の方に寄ってるんですよ。ぐっと寄っていて。結構ですね、なんか一瞬もうなんか攻めづらいなってちょっと思っちゃうんですけども、ミッシーここをですね、しっかりと初見で全開取ってくれました。4時50方面ゴーレムとウィザードを並べていきまして、まあここら辺はもう定石通りサイドカットの穴開けをしていくといった形になっております。はい、そしてウォールブレーカーでの穴開けがちょっと失敗してしまったので、バルキリーでこじ開けていくといった形になっております。はい、開きましたね。でそして援軍はクロバルトペッカなんですけども、まあポイズンでちょっとだけ時間稼ぎの方を行いまして、ジャンプでバルキリーを入れてしっかりとアチャクイの方を処理していくといった形になっております。そしてホグライダーを投入していくんですけども、もうここからはもうゴレホグというかホグラッシュに近い形になりますよね。こんな形で、ホグを回していくタイプのゴビーバも覚えておくとですね、結構おすすめでございます。こんな形で、はい、ホグライダーをどんどん投入していきまして、なんて言ったらいいんでしょう、ちょっと狭いような配置だったら、こういったホグライダー回していく、ゴビーバーの方がいいのかなとは思うんですけど、まあ、結構、どっちがいいかっていうのは、ちょっと研究してみないと、ちょっとミシーに聞いてみようかなと思います。すいません。これどういった形で使い分けてるんだろう。ちょっと自分、あんまりホグライダーを回すタイプのゴビーバーそんなにやらないので、ちょっと聞いてみたいなと思います。といった形で、どんどんホグライダーを投入していって、
全開といった形になっております。はい、こんな風にあっという間にホグライダーを回しまして、で2連とかもうまい具合に、かわしてるんですよね。8時方向2連の巨爆あったんですけども、うまい具合にしっかりとですね、回しまして全開といった形になっております。はい、こちらも初見での全開、ミッシーさすがでございます。うまいですね。はい、それでは続いてのリプレイ見ていきましょう。続いては、ゴッドタンさん。はい、こちらはですね、キリマンジロの、サブアカでございます。キリさんですね、通称キリさんのサブアカになっております。見ていきましょう。サブアカなのにヒーローカンストなんですよね。すごいですよね。ちょっと見ていきましょう。まずはですね、2乗目ゴアゴイルでサイドカットの方を行っていきまして、そしてキリさんよくやるのがアルティメットでもゴーレムにヒーラーをつけて長生きさせておいて、でしっかりとタゲト流の方をずっと行っていくといった形になっております。そうですね、やっぱりアルティメット中に入ってもゴーレムでしっかりとターゲットを取ってヒーローを進めていくといった戦術なので、やっぱりこんな形でですね、ゴーレムたちを延命させておくっていうのは結構必要なんじゃないのかなと思います。はい、そして2体目のゴーレムを出しまして、ウィザードを並べてサイドカットの方を行っていきます。でキリさんよくやるのがウィズ多めのアルティメットですね。キリ式ってなんて呼ばれているんですけれども、カラカラチャンネル内ではウィザード多めのアルティメットよく見せてくれてまして、こんな風にゴーレム2体を入れて、で後から多いウィズでウィザードを入れていくといった形になるんですけれども、今回はですね、ウィザード多いウィズが、ほとんど逸れちゃいます。っていうか全然ほとんど中に入っておりません。なんですけれども、こっから全開を取ってくれるといった形になっております。でクエイクの穴の開け方も面白いですよね。なんか道を作るみたいな形で穴を開けておりまして、で、そしてこんな風に僕の方にどんどん進軍させていくといった形になっております。で、今回ファルコさんの配置、クランの城が外側に寄っていて、もう援軍釣りやすいからきっと、大きいゴーレムとかラバとか入ってるのかなと思わせておいて、細かい援軍が入っているといった、初見をちょっとなんかこう、裏切るような、防衛援軍が入ってますね。で、そしてですね、ゴーレム、アチャクイ、ババキンなど奥に進めていきまして、で、そして、対空砲を2本ほど折った段階で空パート始めると、で、キリさん曲がったのが、外ですら4本入ってきたところに、しっかりとバルーンをね、速やかに出しまして対処砲していきます。で、対空砲をですね、3本、ヒーロー、ゴレビズ部隊で折っていってしまうんですよね。これすごいなって思いました。で、残りの1本に対して、ラバ2体とバルーンを回していくといった、形になっております。はい、こんな形でもうほとんど、防衛施設がもう残っておりません。はあ、すごいですよね。このアルティメット、やっぱキリさんのアルティメットといえばこのウィズ多めのアルティメットだなといったイメージしかありません。はい、そんな形でもう防衛施設が残り12時方向のアーチャータワーのみとなっておりまして、であとはもうファルコンさん、しっかりとですね、クラちゃん結構空で攻めてくる人結構多いんじゃないかと予想していたんでしょう。対空のスケトラ用意してたんですけども、まだラバが1体残っております。なのでこのラバたちがラバがターゲットを取ってくれて、で最後スケトラがですね、ラバを弾けさせてくれて、でスケトラを倒して、時間切れも防いでくれるといった、結構ですね、対空のスケトラがこんな風にですね、逆にいい感じにこっちの助けになってくれたりするっていう場面結構見るんですよね、最近。なので結構アルティメットとかハイブリッドとかだと対空のスケトラ結構こんな風に逆に助けてくれるっていうパターン、見られますので、まあどっちがいいんでしょうね。結構ですね、鬱陶しいなーっていう時と逆に助かったなーっていう時あるんですよね。はい、そしたら続いては2本目。喋ってる間に2本目行ってしまいました。キリさんの2本目の、前回リプレイ見ていきましょう。今回もですね、キリ式アルティメット、2本目もやってくれました。今回すごかったのがですね、はい、真ん中にどでかく穴を開けていきまして、で、道を真ん中に1本まっすぐと、作っていきます。そして、ゴーレムを出して、今回もヒーラーをつけて、サイドカットの方を行っていきます。そして、7時方向に出したウィザード2体がですね、本当は内側に入っていく予定が、結局なんか外側に回ってしまいまして、ちょっと無駄になってしまうといった、キリさんが、これ攻め終わった後に反省してましたが、まあいいでしょう。前回取れたんで、まあいいでしょうということで、はい、そんな形で穴を開けていきまして、ゴーレムの中に入れていくといった形になっております。そして、追い水ですね。追い水を入れていきます。
で、キリさん的にコツとしてはやっぱりウィザードを死なせないようにすると、なので、入りの部分、最初ウィザードたちが通る部分、絶対にというか巨爆がなさそうな道をしっかりと通らせているっていう、情報を聞きました。で、レイジヒーリングをかけてゴーレムヒーロー部隊をどんどん進軍させていきます。はい、こんな形で進軍させていきまして、で、ヒーリングをかけてしっかりとウィザードたちを守っていきます。そして今回すごかったのが、これまあ見てればわかると思います、陸部隊で対空砲全部折ってしまいます。嘘だろうと、アルティメットで対空砲全部折ってしまうのかと。なのでもうラバーの意味とかなんかそんななくなってきてますけれども、まあ一応ラバーを盾にしつつ、まあ後ろからバルーンを出して、残りの防衛スクを壊していくといった形になっております。はい、この前回リプレイはすごかったですね。ライブリプレイで見ててちょっとうますぎて笑いが止まらないというか、何してんのこの人といった形ですからね。この人何やってんの、アルティメットでなんで陸部隊対空砲全部折っちゃってんのっていう、もうチャットが盛り上がってましたけれども、これはですね本当にすごかったですね。このルート取りというか、まあ陸で全部対空砲を折ってしまうっていうところがですね、さすがキリさんだなと思いました。といった形で、もうあとはですね、防衛施設をもう全部壊してしまいまして、あとはお掃除タイムといった形になっております。はい、余った黒バルをお掃除用の、ユニット、時間に使いまして、全開といった形になります。といった形で、今回はですね、明星杯のクラクラチャンネルの2人のエースたちの攻めを見ていきました。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。